かゴミ箱が置いてあるとするよね、うん、でそこにゴミ箱にゴミを投げようと思うときに、うん、あそこのゴミ箱に入れたいから腕をこれぐらいかな、うん、あちょっとこれぐらいかなってやる人なんていないいないいない感覚でポイッてこれぐらいかなってでしょ、うん、感覚をゴルフに感覚を入れることに悪いことじゃないんだよっていう、うん、そこをね今日はちょっと私言いたかったんですよされてないことは悪いことみたいな風潮があるよねっていう話したじゃない、うん、でもスポーツだから感覚ってやっぱり重要で大事やね、うんうんうんまあ、ある意味プロゴルファーとかで活躍してる人とかって、うんまあ、理論的にね理論に基づいた素晴らしいスイングしてるとは思うんだけど、うん、その感覚に優れてる人たちやっぱまあどのスポーツもそうだと思うね、うん、全てじゃあ理論通りにやれば、うん、みんながみんな世界のトッププロになれるのかっつったらさ、うん、無理な話じゃないですか。無理な話ですだからやっぱりその感覚を養っていく練習っていうのも、うん、私はすごく重要って思うわけです、うん、でもさそれをレッスン協会では、うん、感覚に頼るんではなくよりこう機械に近いみたいな感じでね、うん、教えていく風潮なんかなんだろうレッスンプロっていうものに対しても、うん、お客さんも受けに行って高いお金払ってるんだから、うん、ちゃんと理論的に納得できる形で回答も欲しいし、うん、私たちレッスンプロもちゃんとそういう風に理屈で納得してもらうように説明しないとダメだなって思うわけやっぱり、うん、だけどさ前にも話したね、うん、ダブリートップする人っていうのはそもそも狙ったところにヘッドを落とす感覚がないから、うん、それを落とす感覚ね、うん、研ぎ澄ます練習してくださいねって、まあ、要は練習しなきゃうまくいかないじゃないですか。理屈聞いてもね理屈聞いてもね、うん、理屈じゃなくそこに落とすんだって思ってちゃんと落とせる練習してよって、うん、たくさん素振りして狙ったところにヘッドを落とす素振りするとかね、うん、とうまくなるから、うん、でもそれだとさお客さんって本当はなんか満足しないっていうか、うん、だったら自分で練習してうまくなるんだったら別に習いに行く必要ないじゃんって思っちゃう人もいたりするじゃん、うんうん、だから、うん、全てを理論、うん、で説明する、うん、だからアプローチとかもさ、うん、アプローチの打ち方ってこうですよって、うん、打ち方教えることってさそんなに時間かかんないわけ、うん、こういう打ち方がありますこういう打ち方があります、まあ、いろいろあるからね10分20分もあればさ、うん、あの上げるのと転がすのとってやり方を教えられるわけよ、うん、で理論も教えられるわけよ、うん、だけどさそこが上手くなるかどうかってさあとは本人がどれだけ練習したかじゃまあまあそうねね、ツアープロになってる人とかさアプロになってる人とか死ぬほどアプローチ練習したわけでしょ、うん、だから上手くなってるね、そんなに練習してないアマチュアの人上手くないですけど当然ですってそれは練習してないからそりゃそうやろでも練習量があれば上手くなるし、うん、練習量 ね、ないから上手くないんですよって話だとなんだかレッスンプロとしてダメみたいなさ、うん、思われ方がするじゃん、ね、言いたいことは分かる、うん、まあ分かるけどだからね、うん、だってアプローチなんてさ距離感っていうぐらいだから、うん、打ち方はさっき言ったようにねまあいろいろあるけどねすぐ覚えられるわけよ、うん、で、あーいいですね、いい打ち方になりましたよ、うん、っていうのは短時間でしてあげることできるわけよ、うん、でもいい打ち方ができたとしてもさ距離が合うかどうかもうそこからは練習量じゃん、まあ、そうね、本当は30ヤードなのに20ヤードしか打ってね、いい打ち方でも20ヤードしか打てないんだったら結果寄らないからね結果寄らないじゃない、うん、でアプローチさじゃあするときにね、うん、グリーンがありますピンがあります、うん、まあエッジから10ヤードのところにピンがあります、うん、でエッジからボールまでが10ヤードです、うん、な
で20ヤードのアプローチだとするよね、うん、とじゃあどれぐらいの高さのボールでどこに落としたらどう寄るか、うん、そういうのをイメージして、うん、じゃああそこに落とそうっつって、うん、じゃあこれぐらいかなあれぐらいかなっていう感覚がやっぱり生きてくるわけじゃないですか、うん、で例えばゴミ箱が置いてあるとするよね、うん、でそこにゴミ箱にゴミを投げようと思うときに、うん、そこのゴミ箱に入れたいから腕をこれぐらいかな、あちょっとこれぐらいかなってやる人なんていないいないいない、感覚でポイって投げる、これぐらいかなでしょ、うん、感覚で投げる、そうなのに、なんかこういう風になったとだんだんあーかあーかなこうかなって形がどうでとかあそこに打ちたいんだって言ったら、じゃあこれぐらいかなあれぐらいかなってやっぱ感覚もやっぱ必要じゃないですか。だからなんかね、そうなんかゴルフってなると急に全てね理論で説明できないと、うん、なっちゃう、その文化というかそんなスポーツゴルフぐらいじゃないって思うんですよ、ね、うん、野球とかでさキャッチボールするのにさこれぐらいかなこれぐらいかなの相手のグローブに投げるのに教えてください、どうやったらあそこに行くようになるんですかって、肘はこれぐらいでいいんですか、あ肘がちょっとこの角度になってるからあそこに入らないんですかって聞く人いないよね。でもゴルフってそういうことじゃなくてさ、肘はあそこに寄せるためにさ、どうしたらいいんですか、ここの肘はこうなってるから悪いんですかって聞いてくるわけでしょ。なんかそもそもそこがおかしくないって思っちゃうんですよ。なるほどね、確かに、ね、仕方とか、うん、論理は教えてあげられるけど、あとは感覚の話、距離感はね、感覚やけどさ、ってやっぱりだってそのどの人の感覚と、うん、その人の感覚は違うから、違うから、残念ながら腰の高さでって言ってもね、本人は腰の高さでと思っても、うん、もっと上がってたりもするし短いかもしれないし、うん、そう、ね、フルスピードも違うから、フルスピードも違うし、ゆっくりって言ってもね、トモさんにゆっくりとその人にゆっくりやっぱ違うからね。だからなんかね、感覚を入れることが悪いことって思っちゃうとか、うん、そう教え込まれる風潮があるから、うん、でそれはなんかこうゴルフレッスン業界の悪いところでもあるかもしれないけど、うん、だってほら感覚でって言っちゃうとレッスン受けに来てくれなくなっちゃうじゃん。だから全部理論的に説明して、うん、今うまくいってないのはこの理論がこうで、それがうまくできてないからなんですよって、それを良くすればうまくなるんですよってレッスンした方が通ってきてくれるじゃん。まあまあ通ってきてくれるね、うん、だからそれはなんかゴルフ業界がこうレッスン業界がビジネスになっちゃってるがゆえのところかもしれないんですけど、だから皆さんね、感覚をゴルフに感覚を入れることに悪いことじゃないんだよっていう、そこをね今日はちょっと私言いたかったんですよ。まあドライバーショットの時とかもそう、なんかちょっとでも腕を振る感覚が入るとそれ手打ちなんじゃないみたいに言う人多いじゃない。多いね。ね、でも腕振らないとスピード出ないですし、上から下にっていう上下の動きは絶対スイングに入りますし、だから何でもかんでもね、機械的にみたいな、科学的に動き方みんな違うしね。でしちゃうといけない。まあ、最低限のね、原理原則的なところはもちろんあると思うんですけど、感覚を養っていくのも大切ですよ。ね。まあ、理論とかそういうのはね教えられるけど、あとはやっぱやるしかないからね。それこそ棒を速く振る感覚を覚えるのも。そう、それもやっぱ感覚だもんだって。うん、練習ってかやってみるとな、そうフランスはやって振って早く振れる感覚を覚えるから、今度は自分では軽く振ってるつもりでもスピードが出ちゃうっていう、でも旗目から見たら速いわけじゃん、それもさ、そうだし、例えばラフリトップ出るっていう人がさ、ラフってます右肩下がってるからラフです、起き上がったからトップしてるんですって、じゃあトップして起き上がってるからって言った人を起き上がらないようにしてもらうとするよね、で後ろから動画撮ってて軸微動だにしないぐらい起き上がらなかったりするじゃない、でもトップする人はするよ、やっぱり縮こまって今日は打ち込むっていう感覚が恐怖心とかがあって、もう打ち込めないってなっちゃってたら、どんなに軸残してたとしてもトップするからね、なんてね、まあ、延々にトップし続けるからね。
本当はそういう問題じゃないけど、感覚的にボールからね、ちゃんと当てて打ち込むっていう感覚が、うん、こう、それを得ないことには、うん、一向にトップは治らないわけだし、そうだね、そう、でもそれを感覚的に覚えてっていうんじゃなくさ、うん、軸が起き上がってるからですよっていう説明をするのがレッスンプロなわけじゃない、うんうん、感覚派なね、トップスポーツ選手いっぱいいますから。そうそうそう、長嶋さんとかそうでしょ。そうそうそう、それにさ、なんか、うん、他のスポーツとかにしてもそうだけど、うん、じゃあ野球のピッチャーとかでね、うん、まあ、ダルビッシュ選手とかが、うん、まあ、すごい球投げてますと、うん、でダルビッシュ選手はどういう動きをしてるのかって分析したら、うん、上げるときにはピッチの角度がこうです、うん、こうです、こうですとかいろいろあると思う。あ、それはね、それであると思う、ね、きっとね。だけどそれって結果的にそうなってるだけであって、そうそうそう、本人は意識してそれを別にやってるわけじゃないかもしれないじゃん、うん、子供の頃からもうピッチングやってて、ずっと投げてるから、もう無意識でそうなってただけなんだけど、うん、第三者がそれを分析すると、うん、ここの角度が何度になっててとかいう話になるわけです。ややこしくなるんやな。余計ややこしくしてるって。そう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 、もうちょっと楽にいきましょう、皆さん。感覚の練習、あの感覚をね、養うの練習ですから。そうそうそう、練習、そう、大事ですから、ぜひやってってください。感覚をやることは悪いことではないですよっていう、はい、お話でございました。ぜひ、いや、まあ、理論はもちろんそれはそれで大事だけど、感覚も感覚で大事っていうお話でください。スポーツですから、はい、人間がやってるスポーツですから。そうです、はい、ぜひその辺もね、踏まえながら練習やっていただきたいなと思います、はい、さあ、いつもいつも言っておりますけれども、高評価のいいねボタンぜひ押してください。よろしくお願いします。そして、まあ、今日の話とかね、聞いてもらって感想とかこんな感じで思うんだけどとかいうのがあれば、ぜひコメントの方に書いていただきたいなと思います。チャンネル登録はまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。